ヨハン・ハインリヒ・ブットシテットは、ドイツのオルガニスト、作曲家。ヨハン・パッヘルベルの皇帝であり、北ドイツオルガン学派の終盤を代表する人物の一人であったが、ブットシテットの名前は、ヨハン・マッテゾンとの論争によって、最も記憶されている。ブットシテットは、今日では、エアフルトの一部となっている、ビンダースレイベンに生まれた。父のヨハン・ヘンリクス・ブットシテットは、 エアフルト大学で学んだ教養ある牧師だった。早くから音楽を学び始めたブットシテッドはパッヘルベルに弟子入りし、1678年にエアフルトのプレディガー教会のオルガニストに就任した。プロとしての歩みは1684年のレーグラー教会から始まり、1687年に働いていたカウフマンス教会へと続く。 いずれの教会でも彼はオルガニストを務めるのみならず、付属の学校で教鞭もとっていた。1691年、ニコラウス・フェッターの後を継いで、プレディガー教会の職を得ると、以降没するまでの36年間この職に留まった。ブットシュテットは1687年にマルタ・レンマーヒルトと結婚し、10人の子供を設けている。1716年、ブットシュテットは、 ウッド、ミ、ソル、リ、ファ、ラ、とた短いハーモニアエテルナを出版するが、これは、マッテゾンの最初の主要論文にことを唱える、ものであった。進歩主義者であったマッテゾンが古典派様式の到来を見据え、また音楽教育の普及を図るべく、多種多様な先進的原理を取り入れた一方、ウッドシュテッドは、過去の音楽の伝統を守ろうとした。それは、 ソルミゼーションの使用やギリシャの戦法を用いた作曲といった基礎的、実践的な事柄から過去数世紀にわたって用いられてきた音楽や火星といった普遍的な内容に及んだ。プレディガー協会でのブットステッドは学生らに囲まれ評判の高い教師であった。彼から音楽を学んだ最も重要な作曲家はヨハンゴットフリートバルターである。散逸した宗教的、オペラ、 カンタータの断片、二つのコンサート用、ミサ曲、その他一部の楽曲を除くと、現存するブットシテットの作品は大量に作曲されたと思われる、鍵盤楽器曲のみである。今日に伝わる、唯一の曲集である1713年の、ムジカリッシェク・ラビーア、クンストウント・バーラス・カマーにおいて、彼は、フゲッタ、ファンタジア、大規模な風が、リチェル・カーレ、カプリッチョ、 前奏曲などに線を超える作品の奏功があると述べている。しかしながら、それらのうち三一を免れたのは、ウッド、ミ、ソル、リ、ファ、ラ、トタ無次カハーモニアエテルナに収録された二つの、行進曲と、数十曲のコラール前奏曲のみである。パッヘルベルの影響下にあるのは予想される通りであるが、多くの特徴からは、ウッドシテッドが、 単に北ドイツオルガン楽派に精通していたという以上のものを持っていたことが伺われる。前奏曲やファンタジアのような自由な楽曲、フーガやリチェル・ガーレのような厳格な楽曲のいずれにおいても披露されることがある長大で、技巧的なパッセージは、パッヘルベルのニューアナ法とは異なりディートリヒ、ブックステフーデやニコラウス・ブルーンスと非常に類似している。注釈、ありがとうございます。